しまうことばかりだ。釣り線が床へ転がるのを見ていた。深夜コンビニじゃ音もなく消えるのが当たり前のはずだったな。絡まってしまうことになれば、青い窓が赤へ変わるのを見ていた。路面電車ではご飯のこと考えてた。使いすぎたガスやつけっぱなしの電気や、日々はまだ続くんだな。何もないぜ僕ら、ガラガラ音が聞こえる。空洞過ぎてく掛け布団から、はみ出した足を気にして、恐る恐るちょっと引っ込めるような夜が続く。